はい、こんにちは。じゃあ今日はみんなの日本語のレッスン7を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールはなんで、どうやって。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。エグザンプルである Person A and B。 I'm going to read Person A。 あなたはなんでご飯を食べますか。 Person B。 私は箸でご飯を食べます。 By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences aloud immediately. I'm going to show you how to do it. じゃあ、エグザンプルね。パーソンエッセンス。あなた、なん、ご飯、食べます。ね、okay, we have to make question sentence ね。あなた、なん、ご飯、食べます。question essence。あなたは、なんで、ご飯を食べますか。あなたはなんでご飯を食べますか。パーソン B ね。私箸ご飯食べます。私箸ご飯食べます。 B です。私は箸でご飯を食べます。私は箸でご飯を食べます。じゃあクエスチョンはね、パーソンエッセンス。You do not have to say あなたね。You can omit あなた。何映画見ます。クエスチョン。何映画見ます。クエスチョン。パーソンエッセンス。なんで映画を見ますか。なんで映画を見ますか。パーソン B ね。で、you do not have to say 私。You can omit 私。Netflix 映画見ます。Netflix 映画見ます。B です。Netflix で映画を見ます。Netflix で映画を見ます。じゃあ、question 2ね。パーソンエッセンス。どうやってメール確認します。question。どうやってメール確認します。クエスチョン。どうやってメールを確認しますか。どうやってメールを確認しますか。パーソン B ね。スマホメール確認します。スマホメール確認します。 B です。スマホでメールを確認します。スマホでメールを確認します。じゃあクエスチョン3ね。パーソンエッセンス。何荷物を送ります。クエスチョン。何荷物を送ります。クエスチョン。エッセンス。なんで荷物を送りますか。なんで荷物を送りますか。パーソン B ね。郵便荷物を送ります。郵便荷物を送ります。 B です。郵便で荷物を送ります。郵便で荷物を送ります。じゃあクエスチョン4ね。パーソンエッセンス。どうやって漢字意味調べます。クエスチョン。どうやって漢字意味調べます。クエスチョン。エッセンス。どうやって漢字の意味を調べますか。どうやって漢字の意味を調べますか。パーソン B ね。 Google 漢字意味調べます。 Google 漢字意味調べます。 B です。 Google で漢字の意味を調べます。 Google で漢字の意味を調べます。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で、次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。